今のさ、風っていうか何かに横切られたような感じじゃなかった？おいおい、今人間とすれ違っちまわなかったか？安心せい、聞いとれせんよ。そんなことより速度が足りんぞ、ハヤト。ちょっと待ちやがれ、幼児体系のクソババアが。9時間半ってとこか。普段の貴様よりずっと遅いではないか。舐めとるのか。途中で人をボコボコにしといて何を言いやがる、モロクババー。まったく、半人前のくせに。そんなことで立派な伊達天になれると思っておるのか。立派な伊達天って言われてもよ、足が速いから何だって言うんだよ。毎日毎日人をしごき回って何の意味があるってんだ。昔はな、この世界では大勢の魔物が暴れ回っておったんじゃ。わしらは本来戦いの神じゃった。速力を生かして戦い、そして、はいはい、んな話聞き飽きてるよ。だいたい俺この世界に発生して80年だぜ。魔物を封じたのっていつだ？800年ほど昔じゃな。だろ、一体いつ封印が解けるってんだよ。もうこの世は平和なんだよ。どこに行く？遊びに行く。今日の修行ノルマは終わったし、別にいいだろ。おじい様、800年もの平和はあまりにも長すぎたよ。